あ、2024年2月23日、おはようございます。今、午前4時38分ですが、暑いですね。今日もね、午前2時半ぐらいから2時間徹底的に、ね、代用品で、もうないから代用品で払いまし使いまして、もう徹底的に2時間清掃しまして、で、半身浴と足湯、足つぼやりまして、まあ、何しろ3月5日、1日までに綺麗に片付けたいってことでね、まあ、もちろん3月1日のお金の使い道も全部優先的に考えまして、まあ、マンションを完全に綺麗にするっていうことでね、完全に綺麗にっていうか、まあ、リフォーム断捨離は終わったんですけど、リフォームをね、それで、まあ、今いろいろ動いてまして、まあそういうことであれなんですけど、まあいろいろ代用品もいろいろなくなりましてね、これでさらに断捨離が進みましてね、そうすると他に使えるものないかなっていうことで、もう代用品もほとんどもうないんですね。でさらに残ってるちょっとの代用品使えないかなって、でこれは私の明日以降の生活勝手な判断では怖いですから、いつも相談に乗ってもらえてる占いや風水の先生にちょっと相談メッセージ入れまして、まあ、回答があって、使えるだったらそれ使えば、それもさらになくなって本当に棚とか何にもなくなるなってことでね、棚の中何にもなくなるなってことで、今後お金に入ってきた時にまあいろいろ買えばいいかなって、そんなまとめ買いとかもしませんし、せっかく断捨離してすっきりしたのにまとめ買いとか買いだめしませんし、その都度買うってことと、まあそれとあと、まあ食事に関しても、まあ今日もいろいろあっちこっち行くんですけど、全部歩きですから、これがいい運動になるんですね。今サプリももう切らしちゃって、あるものでなんとか大丈夫で使ってですね、サプリもね、ゴールドジムさんとかエクステンドサプリさん、ゴールドジムさんがちょっとあるんですが、これもうまいように今使ってるんですね。だからこれもなくなりましてね、でお金が入った時にもうそれも話ついたんですね、ゴールドジムのスタッフさんとかエクステンドの社長さんともね、これとこれ買うと普段飲んでるやつね、これもなお金が入った時で、もちろん顧問弁護士の先生とはもうちょっと3月1日のお金優先的にちょっと電気ガスが止まっちゃいますから、一応打ち合わせして、まあ3月1日から払える分ってか払えばすぐ手続きすれば、まあ電気ガス復活するってことで、それ優先使うってことでちょっと怒らせてもらったんですね、うん、でそういうふうでいろいろやってますから、こんなところにへこたれまってませんし、まあやりますよ、皆さん見ていてください、復活しますから、よろしくお願いします。